私はラム。使用術師です。スカイリムで使用術の修行中です。真面目に修行していたら、聞こえし者とかナイチンゲールとか、変な肩書きがいっぱいつきました。ギルドとかめんどくさいし、全部やめたい。あと、全部の町の重視です。町の人たちのためなら命を懸けます。はい、よくできました。自己紹介って、こんなんでいいの？すごく良かったと思います。ラム様のお人柄が、私の骨にビンビン伝わってきました。まさに完璧な自己紹介と言えるでしょう。ああそう。この人は私のボディーガード、スカリーさんです。普段は温厚な紳士ですが、戦闘になると豹変します。今のところ、他に二人の家族がいます。彼は、私が使用術で作ったガーディアンレイス、レイ君です。好きあらば、私を殺そうとしています。私を殺せば、レイ君の魂が解放されるからです。そんなことは絶対許しません。彼はオカンゾンビのオカンです。男ですが、オカンです。山賊のリーダーを退治してゾンビにしました。寒気、めまい、意識混濁を引き起こす病原菌まみれです。達人使用術師でないと、触っただけで死にます。危ないオカンです。スカリーさんは、旅立つ私を心配して、パパがよこしたボディーガードです。私の使用術とは比べ物にならないくらい、高い技術で作られた使用です。自分の意志を持ち、自分の意志で私に従ってくれています。私はまだ、使用を無理やり従わせることしかできません。どうやったら、こんな使用を作れるんだろう。使用以外の家族については、省略させていただきます。朝になったし、今日の修行を始めよう。何するかは特に決めてないんだけど、リバーウッド周りを探索してみようかな。奥で転がってる死体は、よくわからん。いきなり喧嘩を売ってきたので、とりあえずフスロダで吹っ飛んでもらって、使用たちの餌食になりました。低レベルな使用か魔法を使うと、魔法が切れた時、使用は灰になります。死体を放置しておくのもなんなので、それを利用して灰にしちゃいましょう。正々堂々と勝負を挑んできたことは評価できるので、最小限の弔いはしよう。ああ、川渡りたい、すっぽい渡りたいなあ。ああ、川渡ってる、すっぽい渡ってるー。ラム様、お待ちください。鎧が重くて早く走れないのですー。おお、流されそう。あ、大丈夫でした。他に命が来ない？まあいいや。わあ、あの倒木。女の子のスカートみたい。よーし、スカートの中覗いちゃうぞー。キツネかわいい。奥は毛がボーボーだね。何もないね。思わせぶりな態度をしておいて。君とは遊びのつもりだった的な。あ、来た来た。他に名も追いついた。何の話？なんでこんなところに白狼が？もっと北の寒いところにしかいないのに。逃げ惑うワンワンを。
ここで中途半端に攻撃をやめると、後で背後から襲ってくるんだよねー。仕留めるなり、遠くへ追い払うなりしないと、自分の命が危ない。向こうに小屋があるね。お腹減った。これはマンモスチーズだよ。どう見てもパンだけど、マンモスチーズを食べているんだよ。うまかった。マンモスチーズなくなっちゃったから、また巨人から盗まないと、コミュニケーションが取れればなぁ。毛皮と交換したりできるのに。この木、目立つね。引っこ抜けるのかな？引っこ抜けるんでしょ？どうなの？このおかずで抜けるの？抜けないの？どうせ、巨乳がいいんでしょ？引っこ抜けないのか。ただの哀れな年寄りだ。あんたの手を煩わせたくないよ。聞いてもいないのに、私は犯罪者じゃありません。なんていう人は 100% 黒でしょう？弱い老人のふりをしてるね。何か隠してるね。地下室への扉。怪しい。見られてないのを確認して。と。アニスからの手紙？ヘルギ、愛しき娘よ、なぜためらうのです。あなたの血に宿る特別な力を感じるでしょう。手を伸ばして掴み取るのです。子供は置いてきなさい。森で私と暮らすのです。私の姉妹も間もなく来るでしょう。集い、共に真の魔女となるのです。それが修行の始まりとなるでしょう。沿ってた。ネクロマンサー制作解説書エルスウェアエキゾチックデザイン&キャラバンアソシエーション作使用術仕様の服かな？なんてスキンピーな服だ。これはもらっていこう。ご親切に服の材料があったよ。後で作っちゃうよ。そしてお缶に着せちゃうよ。それってビジュアルショックだね。ビジュアル系予感。こじんまりとしてて、なかなかいい隠れ家だね。私は手を伸ばせば何にでも届く、それくらい狭い部屋が好き。ああ、そうだった。あのばあちゃん魔女だったのか。だから何？って感じ。どうでもよすぎて、スルーしかけた。手紙に書いてあったヘルギは、もう猿にいた幽霊少女のことじゃないよ。ばあちゃんにとっては、どうでもよくなかったみたい。おかんが焼かれている隙に逃げようっと。うろおー、こっちから逃げちゃうよー。きゃあ、怖ーい、無駄毛を燃やされるー。皆さん魔女ですよー、あっちに魔女がいますよー。なんだか楽しそうロール。俺も混ぜロール。ふんかふんか。うわ、なんかうざいのが絡んできた。まったく、素敵な頭蓋骨を残して立ち去れっての。三つ目の素敵な君の頭蓋骨。という曲を作ろうか。資料たち、来ないなぁ。2920、高層の月、10巻、だったっけ。あの本を読むと、魔女のことがちょっとわかる。グレンモリルの魔女とか、ハグズエンドとか。魔女の住処はあるけども、人里離れた場所で魔女集会を作って、世のため人のためにならないことをするみたい。潰しておいた方がいい存在ではある。使用術？使用術は、腐るしか能のない死体をリサイクルする。二運に優しい魔術ですよ。
ほら、こうやって死体が腐るのを防げるし、病気も予防できちゃうんだよ。死体を放置しておくとハエが大量に湧いて、伝染病を媒介するし、死体は病原菌の温床だし、有毒ガスも出すし、使用術で灰にしちゃえば、火葬するコストも削減できる。問題は多くの人間が持っている偏見と、他のあらゆる魔術にも当てはまる、危険性。まあでも、ここに落ち着くまでに、相当な苦労をしたんだろうなぁ。ってことで、弔いますよ。好き好んで魔女になったわけじゃないだろうし、気がついたら魔女だったんだよ、きっと。次はどこ行こうかなぁ。なんか、こっちだって気がするよ。ああ、川渡りたい、すっごい渡りたい。今日は川渡りさんの日だね。川渡りさん、川渡りさん、どこ行くの？ちょっとそこまでー。それがー最後に聞いたー言葉ですー。川で溺れたー川渡りさん。川渡れずさんになっちゃった。川渡りさんの歌、バイ、ラム。忍法川渡りさんの術ー。どれだっけ。忍法川渡りさんの術で溺れないよ。浅いよ。コランダムの鉱脈だ。コランダム鉱石からは、インゴットや鋼鉄を作れるよ。コランダムのインゴットは、確か、錠前を作るのに必要だったはず。火事なんて興味ないけど、必要に迫られてやってたら、レジェンダリーを取りました。スキルを100まで上げてリセットすると、レジェンダリーを取れます。レベルを上げるには、そうしないと無理ゲーです。あと、なんかちょっと嬉しい気がするだけで、大して意味なかった気がする。あ、間違えた。暴れっくまめー。鹿さんの次は私を襲う気なんでしょ？このロリコン絶倫変態ベアー。クマさんのふかふかの毛皮で、白くじじゅうただれしてやるー。私にうたた寝される覚悟はできたろうな。よみがえれ、うたた寝れるよクマ。あ、オカンとスカリーさんがやっと来た。ん？何か変だな。地面に埋まりクマなの？喉乾いた。むう、埋まりクマになってしまったか。タロスはうたた寝を許してくれないようだ。ふわふわしてる暇があったら、正義のために戦えと？ふわふわしていいのは、勝利の蜂蜜種に酔いしれている時だけだと？キャンピがあるね。ハンターさんのキャンピかな？ヘイユー、ホワッツアップ。こいつら、ご機嫌なブラザーじゃない。また間違えた。弓持ってるのがいるし、やばいよ。矢を食らったら即死するよ、マジで。ってことで、ベテランの資料さん、お願いします。みんな強いねー。見えない。お、レイ君の放った氷魔法が、とどめの一撃になりました。見事に凍ってます。宝の地図？どれどれ。
ここって、さっきの女の子のスカートじゃね？何もなかったけどな。おかんが魔女に焼かれている間に、真っ赤でここに宝を隠して、この地図を描いたの？この先だったよなぁ。この辺に白狼がいて。なんだ？用心棒？なんの？アドリルへのメモ。ふむふむ。刀剣に使う犬がいなくなったから、その辺で捕まえて来いと書いてありました。クレイグスレインに刀剣場があるようです。捕まえた狼たちに襲われたのね。だから、いないはずの、キツネかわいい、白狼がいたのか。あれ？宝箱がある。さっきはなかったのに。まあまあのお宝でした。レイ君、閉じ込められた。スカリーさんが見てないところで、私に意地悪を。出してマジで怒るよ。出してってば、本当に性格悪いな、レイ君は。もういいでしょ？うわーん、泣きそう。